木場方公園は石川県小松市南部にある都市公園。石川県が開設、運営している都市公園である。小松市の沿岸部にある木場方の周囲を整備した公園である。1973年3月7日に都市計画決定され、1982年10月17日に一部開園。2008年度に事業が完了した。木場方を囲むように、 中央園地、南園地、西園地、北園地の四つの緑地が整備され、各園地を結ぶ園路が、木場方を一周する。木場方は、芝山方、今江方と共に、加賀三古と呼ばれていた。干拓により、今江方は姿を消し、芝山方も三分の二ほどが陸地となったため、木場方は唯一、元の姿を留める。このため本来の植生が残り、 岸辺や水辺では野鳥の姿を見ることができる。木場方の水峡風景は石川の自然百景に選定されており、よし、マコモ等の群落に釜、ヒメ釜が混じり、コウホネ、イボビシオカナダモなどの水生植物が見られる。また、南東側には県内最高峰の白山を遠望することができる。2006年からは石川県の指定管理者制度により、 財団法人木バカ公園協会が指定管理者として公園の整備、運営を行っている。2015年5月17日には木バカ公園を会場として第66回全国植樹祭石川2015が開催された。石川県で全国植樹祭が開催されたのは1983年に下北郡津町の石川県森林公園で 開催された第34回全国植樹祭以来で32年ぶりの開催となった。2019年には東側丘陵を里山として整備することに小松製作所が協力する協定を石川県と結んだ。AB、公園事業木場方公園、石川県南加賀土木総合事務所統計から見た石川県の観光平成22年。 石川県観光交流局交流政策会 B、魅力ある石川の自然気分型石川県架け川水系、前川県域河川整備計画石川県第66回全国、植樹祭石川2015石川県、農林水産部全国植樹祭推進室第66回全国、植樹祭小松市平成31年2月5日、 石川県と小松による木は片東側丘陵エリアの整備、活用に関する協力協定締結式石川県庁。ありがとうございます。